愛前かつら昭和初期川口松太郎による小説「愛染桂」は人気を博しその映画は空前の大ヒット共に大流行した主題歌は時空を超え今でも流れる懐かしの昭和ロマンス戦前のモダン都市東京を舞台とした医者と看護婦の恋物語さて 二人の愛の愛行方はいかに。春の日差しが窓辺を照らす津村病院の廊下ここで働く看護婦高石勝英は23歳病院内で評判の美人であるがその面差しにはどこか陰りがあった高石さんあこれは幸三様呼びかけたこの端正な顔立ちの青年は 津村病院の御蔵師津村光二十九歳の彼はこの度若くして白瀬号を授与され今夜その祝賀会をあげることになっていた高橋さん聞きましたよ今夜僕のために歌を披露してくださるそうですね恥ずかしいですわでも精一杯歌わせていただきます祝賀会も竹縄になりそれではお待ちかね 次は高石看護婦による読書ですあちょっと待って高石さんは伴奏なしで歌うのかいなら僕が弾こう歌の題名はドリーゴのセルナーデですわ構造のピアノ伴奏に乗せ滑英の歌声はよく冴えわたり息の合った2人のセレナーデは見事な出来栄えだったなんて魅力的なんだ 高石さんという人は構造はすっかり勝栄に魅了された盛大な祝賀会が終わり構造は勝栄を銀座の資生堂パーラーへ誘った今夜のあなたの歌声は本当に素晴らしかった作曲まで出さるそうじゃないですか僕の望む女性がこんな身近にいたなんて僕と結婚してくれませんか えあ、そ、そんな、構造様と私では身分が違いすぎます。そんなこと僕は気にしません。そう言われましても、私。カツエには、今年で6歳になる娘がいた。当時、看護婦は独身が原則。若くして未亡人となったカツエは、娘を姉に預け、子供のあることを隠し通してきたのである。 その夜遅く、看護婦の寮ではなかなか寝つけないかつえがいた。高石さん、電話ですよ。当直の用務員がかつえを呼んだ。こんな夜更けに誰かしら寝巻きに羽織を引っ掛け、病院の薄暗い電話ボックスの中に入ると、そこには。あっ、幸三様高石さん。 今日の僕の僕せっかちな申しし出はお帯します。でも僕はやっぱりあなたを諦められないあなたが好きなんです <laughs> 突然抱きすくめられた勝恵構造の腕の中で勝恵は胸の高まりを抑えることができなかった一方つむら家では構造の縁談話で持ちきりであった持ってきた縁談をことごとく断るとは一体どういうつもりだ 僕だって自分の意志で決めたいんです。自分の意志ですって津村家の嫁は代々医者の娘からと決まってるんですよ。<laughs> まさかお兄様あの高い資格婦じゃないでしょうね。歌の伴奏まで自分から買って出るぐらいだから。<laughs> 新緑の5月、構造は谷中の愛染堂へ活営を連れ出した。境内には 見上げるばかりの大きなカツラの木。この木は愛禅カツラといってね、縁結びの木なんです。こうやって手を置いて、男女が誓いを立てると必ずや結ばれると言います。僕は家を出て、京都で医学の研究を続けようと思うんです。一緒についてきてくれますか僕は感動も覚悟の上なんです。 かつえの心は乱れた。私に子供があることを知れば、この人を失うことになる。つかの間でもいい。この人についていきたい。かつえはカツラの木にぴったりと手を重ねた。いよいよ京都へ立つ夜が来た。そこへ不意の知らせが。我が子、とし子が高熱を出したという。 かつえはすぐさま青山の姉の家へ駆けつけた。トシコちゃんママちゃん今夜は寮に帰らないでこのままトシコのそばにいて熱っぽい目で母をこうる我が子。かつえは胸をかきむしられる思いだった。今、何時だろう時計の針は10時40分を回った。 構造との待ち合わせは十一時、新橋駅。今夜行けなくなったことだけでも伝えねば。勝江はタクシーに乗り込み、新橋駅へ急いだ。十一時五分発、下り急行発車します。新橋駅に着いたその時、汽車が動き出しているのが見えた。シュッ、シュッ、シュッ、ガタン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 。 かつえは無我夢中でプラットホームへ駆け出した。構造様構造様悲痛な叫び声を振り切るように記者は走り去っていった。かつえは構造との恋が今目の前で引き裂かれていくのを感じた。もし間に合っていたら、構造様のお顔を見たら私、 汽車に飛び乗ってたかもしれないこれでよかったのよ私にはとし子がいるとし子を置いてはいけないさようなら幸三様やがて季節は過ぎて秋の色も濃くなっていった看護婦をやめ姉の家でひっそり暮らしていたつえ そこへ届いた一通の手紙。姉さん、どうしよう。レコード会社からよ。私の作曲が当選したって。以前作曲募集に作品を送ったことがあったの。構造さんとのことですっかり忘れてたわ。あ、ほら。この私を専属作曲家として雇いたいですって。ようやく運が向いてきたんだよ。十八でとしこを産んでから苦労続きだったじゃないか。 孝三さんとは所詮叶わぬ夢だったんだよ。あ、それよりもかつえ、好きな音楽で食べていきたいっていうあんたの夢が今花咲いたじゃないか。これで、姉さんとトシコと子と三人で暮らしていけるわ。あママね、と子と一緒に暮らせるお仕事が見つかったのよ。じゃあ、ずっとママちゃんのお歌を聴いてねんねできるのね。そうよ。ずっとずっとよ。 姉さん、ここ引っ越して新しい生活をしましょうよ一方その頃、津村病院に戻っていた構造は勝恵の行方を探したがもう青山の家にはいなかった勝恵はなぜ約束を破り行方をくらましたのか訳もわからぬまま半年が過ぎ年の瀬を迎えようとしていた 高蔵は熱海にいたこの地で開業した友人の病院を訪ねがてら診療を手伝っていたそこへ子どもの患者がやってきたお名前は高石敏子高石なぜかその子どもの顔にどことなく重なる活影の面影付き添いの方はあなたのお母さん ううん、おばちゃんよ。私のママは今日、東京から5時16分の汽車で着くの。お正月は熱海で過ごすの。ママはね、お歌も作れる歌手なのよ。お母さんの名前、なんて言うの高石勝恵。構造の手は震えていた。まさかとは思いながら、構造は熱海の駅で、その汽車を待っていた。 トシコちゃん、風はもう大丈夫なの真っ先に記者から降りてきた女は紛れもないカツエその人。カツエは満ち足りた表情で垢抜けてさえ見える。<laughs> 一体どういうことだあの大きな子供はどうしたんだしかもいつの間にか歌手になっていたなんて。僕は今日まで思い切れずにいたのに、あの人はもうとっくに。 新しい道を歩き出していたとは。活影を見送る構造の目から涙がこぼれた。コートの襟を立てて人知れずそれを拭った天。白衣の天使から歌手への転身。年明けの新聞に載った高石活影の宣伝文。レコードデビューから すぐにカツエの人気はうなぎぼり。この日、カツエは歌舞伎座の大舞台に立っていた。二階席を埋め尽くす看護婦たちの姿が目に入った。津村病院の皆様、お久しゅうございます。皆さんが昔を忘れず、こうしておいでくださったことに感謝します。今から歌います歌は、自ら作曲した、母の愛です。 構造との声に走り、としこを思い切ろうとした自分、勝恵は、我が子への思いを切々と歌い上げた。割れるような拍手を浴びて、楽屋へ戻ると、ママちゃん、この先生が熱海で見ていただいた先生よ。構造様事情は全部、このとしこちゃんから伺いました。 娘のことを打ち明けず、姿をくらました私をさぞ恨みでしょういや、むしろ全てを知った今だからこそ、あなたを全身で受け止められた気がします。あの日、カツラの木に誓った約束を、もう一度やり直しませんかい,いえ、今のままではご両親が納得なさらないわ。これから精進して、津村家にふさわしい、 一流の芸術家になってみせます。それまで待っていてくださいますか待ちますよ、勝えさん。その時が来るまで、きっと来るまで。今二人は、互いを信じ合う確かな心で結ばれていた、愛禅かつらの木のように強く、太い絆で、終わり。